京都本線は、大阪府大阪市小戸川区の13駅から、京都府京都市下京区の京都河原町駅までを結ぶ、阪急電鉄の鉄道路線。京都本線自体を指して、あるいはその支線を含めて、通称京都線と呼ばれる。また、軌道法準拠で開業した、新法線と区別する意味で、かつては、鉄道線とも呼ばれた。ラインカラーは、 こと京都の木々からグリーン。一般的に案内上、京都線の名称は、京都本線と宝塚本線大阪梅田駅13駅間を含めた大阪梅田駅から京都河原町駅を結ぶ運転系統の故障として使われている。イカ特起のない限り、運転系統としての京都線について記述する。 神戸本線、宝塚本線と並ぶ阪急電鉄の基幹路線の一つ。大阪と京都という大都市同士を結ぶ都市間鉄道であり、それぞれの随一の繁華街である梅田界隈と市場河原町界隈を両端に持ち、大阪府の北摂地域と京都府のお得に地域を経由して、淀川右岸に沿うように直線コースで結んでいるのが特徴である。また、 サイン駅京都河原町駅間は地下線であり、このうちサイン駅大宮駅間は1931年に開業した関西発の地下線となっている。もともとは、京阪電気鉄道の子会社である新京阪鉄道が京阪本線のバイパスとして建設した路線であったが、太平洋戦争中の政府による交通統制によって、1943年に、 京阪新急行電鉄の路線となった。戦後の1949年の京阪、電気鉄道の分離の際、新京阪線は阪急に残され、京都本線となった。全線にわたって、JR 京都線と並行しており、淀川の対岸には、大阪と京都を結ぶ鉄道として、京阪電気鉄道の京阪本線がある。ただし、 JR と異なり阪急京都本線は直接京都市の中心市街地にアクセスできるほか京阪本線は大阪側のターミナルが淀屋橋駅京橋駅であり途中の経路も異なる旅客案内及び運転系統上の京都本線は大阪梅田駅京都河原町駅間 47.7km28 駅である 阪急の基幹3路線系統が並走する大阪梅田駅13駅間を除き一貫して淀川の右岸側に路線が通っている路線敷設の経緯から線形は比較的よくとりわけ上新城駅葛駅間には運転上考慮すべきカーブはあまり見られない西日本旅客鉄道の東海道本線は総前寺駅付近大山崎駅間では等路線を 北寄りを、それ以外では、南寄りのルートを通る。他にも東海道新幹線や、名神高速道路、国道171号も道路線に近いルートを通る区間があり、特に、高槻市駅、西山天皇山駅付近では、淀川と北摂山地及び天皇山に挟まれた、狭いな平地をこれらの路線が近接して並走する、光景も見られる。京都本線は、 JR 片町線や京阪本線と同様大阪方面行きが下り京都方面行きが上りとなっている。これに対し新方線はその逆で大阪方面行きが上りとなっている。正式な起点は大阪側の13駅であるが運行上京都線の列車は大阪梅田駅を始発終着としており大阪梅田駅13駅間は 宝塚本線の福福線の東側2線に乗り入れる形となっている。この区間は休止となった北野線の復活という形で免許が申請されており、用地の問題からホームが設置できなかった中津駅には京都線の列車は停車しない。途中の淡路線は頻繁に直通運転を行っている。直通列車は、 大阪梅田駅淡路駅千里線方面と京都方面淡路駅千里線方面の2系統が存在し、校舎は千里線を経て大阪市高速電気軌道の地下鉄坂井筋線にも直通している。梅田駅京都線ホームの隣駅表示は13。中津駅を通過することも明記されているダイヤサイクルはパターン化されており、昼間は10分サイクル。 ラッシュ時は20分サイクルで運転されている。ただし、土休日の日中は、快速特急 A、快速特急が運行されるためその前後の列車に、ダイヤパターンから1から2分ほどの時間のずれが生じており、完全な10分サイクルではない。千里線とは、運用面で一体化されており、また歴史的経緯からも開業以来一体で運営されてきたものであるため、 千里線の運用も本校に合わせて記載する。編成量数は、基本的に8両だが、一部に7両、平日朝には10両での運行がある。平日朝ラッシュ時を除き8両編成で、統一されている、神戸本線、宝塚本線と異なり、京都本線に7両編成が存在するのは、京都河原町駅2号線のホーム有効庁が7両で、あることや、 小弱車庫の収容能力に起因している。土曜、休日に運転される。快速特急 A、快速特急及び降落機に運転される。直通特急は6両編成で運転されている。日中1時間あたりの運行本数は次のようになっている。平日と、と休日で、ダイヤパターンが異なる。以下に、各種別の詳細を示す。 現行の各種別の停車駅は、駅一覧の節を参照。快速特急、快速特急 A 度休日のみに、大阪梅田駅京都河原町駅間で運転される、京都への観光客向けの列車で、いずれも特別料金不要であるため乗車券のみで乗車できる。快速特急 A は1日3往復、快速特急は1日4往復運転される。快速特急 A は、 快速特急と異なり13駅を通過する。ダイヤは特急の始発駅発車2分後に続行で設定され、停車駅は後述の特急より少ないものの、終点まで先行の特急を追い抜くことはない。そのため、茨城市駅、高月市駅、長岡天神駅を通過する際は先行の特急に追いつかないよう徐行する。このようなダイヤ上の都合により、所要時間は、 特急より、わずかに長い。両種別ともに、専用の車両が使用されるが、それぞれ1編成しかないため、車両の検査等で使用できない場合は 8300K などの6両編成の一般車両が代走する。英語表記は、リミテッドエクスプレスが使用されていたが、2019年1月のダイヤ改正で、ラピッドリミテッドエクスプレスに変更された。 阪急ホームページ内の発車時刻表では、快速特急 A を速特快速特急を快特と表記している。快速特急 A2019 年1月19日のダイヤ改正で、それまで、工術の快速特急に使用されていた6 3 0 0系軽トレインで運行する列車として新設された。なお、快速特急 A は阪急では、 初のアルファベット入り種別である。専用車両として内装を強風にリニューアルした6 3 0 0系系トレインが使用される。最高速度は6 3 0 0系が時速 115km 対応であるため時速 110km である。13駅は通過する。これは6 3 0 0系の扉位置が他社と異なり、13駅に設置されている。 ホームドアの位置と合わないためである。ただし、実際は通過するのではなく旅客扱いを実施しない運転停車を行っており、所要時間は快速特急と同等である。一般車両で大掃除も同様に通過扱いとなる。なお13駅を通過扱いとする列車は1961年1月16日のダイヤ改正で特急が停車するようになって以来、 58年ぶりの設定である。快速特急2011年5月14日のダイヤ改正で6 3 0 0系系トレインを使用する列車として新設された。運行開始当初から13駅に停車しているが、当時はホームドア設置前でドア位置の問題はなかった。13駅にホームドアを設置することになり、 2019年1月19日のダイヤ改正で6 3 0 0系を使用する列車は前述の快速特急 A に変更して13駅通過とした。2019年3月23日より新方線の7 0 0 0系を改造した K トレインの2編成目である K トレイン宮城区で運転されている。6 3 0 0系と異なりド合位置の問題はない。特急平日ダイヤでは 京都本線の最上位の種別であり、乗車券のみで乗車可能である。基本的に平日は9から16時に、土曜、休日は、おおむね9から21時に運行される。10分間隔が基本だが、と休日夜間などは15分ほど空く時間帯がある。日中の大阪梅田駅京都河原町駅間の、所要時間は42から45分。 最速は2019年1月19日ダイヤ改正以降、平日日中下りに運転される列車の42分30秒で、ある。最高速度は時速115キロメートル。かつては工術の通り13駅、大宮駅、唐須間駅のみの停車で、京阪間ノンストップ運転を行っていた。車両は8両編成で、 10から13時台の列車はすべてクロスシート車両の9 3 0 0系で運転される。14時台以降はロングシート車が充当される列車もあるが、最高速度時速1 1 5トルで運転される。ためそれに対応した車両に限定されている。平日は終日9 3 0 0系で運転される列車において、大阪梅田川から5両目に、 女性専用車両が設定される。女性専用車両の詳細については阪急電鉄ホームページを参照のこと。通常時において9300系が充当される、平日の女性専用車両運用列車であっても、オールロングシート車でダイソーの場合は、女性専用車両は設定されない。通勤特急原稿のものは2001年のダイヤ改正で設定された。 平日の朝ラッシュ時と夕方以降に特急に変わって運行されている。特急に比べ、京都市内の西園駅、大宮駅に停車する代わりに、千里線、堺筋線との乗り換え駅で、特急停車駅の淡路駅を通過する。全列車が、茨城市駅、または高槻市駅で準急と接続する。最高速度は、時速115キロメートル。ほぼ全ての列車で、 クロスシート車の9 3 0 0系が使用され、特急と同様、大阪方面から5両目に、女性専用車両が設定されるが、夜のに往復及び9 3 0 0系が故障。または、検査時は1 3 0 0系8 3 0 0系7 3 0 0系で運転する。その場合、女性専用車両は設定されない。特急同様に停車駅を増やす傾向が見られ、 回種別の快速急行との差が縮まりつつある。2010年のダイヤ改正で、茨城市駅に停車するようになってからは、快速急行との停車駅の差は、淡路駅に停車しないだけになった。また、このダイヤ改正で、停車駅が一つ増加し10駅停車となったため、総停車駅数で見れば、特急より、回種別となっている。運行開始以来、全列車が、 クロスシート車で運行されたが、2019年1月のダイヤ改正より、夜に往復が女性専用車両を設定しないロングシート車での運用に変更された。英語表記は、リミテッドエクスプレスが使用されていたが、2019年1月のダイヤ改正で、コミューターリミテッドエクスプレスに変更された。快速行のものは2001年のダイヤ改正で、 従来の急行の停車駅を受け継いで設定された種別で朝夕ラッシュと夜間の時間帯に運行される。最高速度は時速 110km で 5300km、3 3 0 0 k も充当される。特急や通勤特急の運転されない早朝、深夜は最上位種別となる。ほとんどの列車が大阪梅田駅京都河原町駅間での運転だが、深夜には 京都河原町発高槻市域が1本運転されている。9300系が使用される場合でも、女性専用車両は設定されない。8両編成での運転が基本であるが、平日朝ラッシュ時の3往復は10両編成で運転される。10両編成は、大阪梅田駅は全区間で10両で運転されるが、京都河原町駅は、 カツ駅で二両編成を切り離す。この種別も設定当初より停車駅が増えているが、特急系統の停車駅増加に伴い、全列車が終着駅まで先着できるようになり、速達性は向上している。快速2010年3月14日のダイヤ改正から定期列車として設定された。平日に、下りは、早朝に3本上りは、 ユーラッシュ時に7本運転される。土休日の運転はない。大阪梅田駅高槻市駅間では、準急と高槻市駅京都河原町駅間では、快速急行とそれぞれ同じ停車駅である。全域間で先着する。ユーラッシュ時の京都方面への先着列車を増やし、通勤特急。 快速急行の混雑緩和と利用者の分散の役割を持たせるために設定された。すべて8両編成で運行されている。大阪梅田駅は基本的に全列車とも9 3 0 0系を使用するが、一部列車は1 3 0 0系、8 3 0 0系、7 3 0 0系で代走する場合もある。種別を表す色は路線図や時刻表では青色。 種別幕の色も青色となっている。5号車の女性専用車両は表示があっても実施されない。2013年12月20日までは種別を表す色が準急と同じ緑となっており、高槻市駅京都河原町駅間で5乗が発生しやすいため、快速停車駅では5乗防止を促す張り紙が貼られていた。催事や終夜運転で、 臨時快速が運転されることがある。8月に開催される K の七夕に合わせて、2012年から2014年までの開催期間中の土曜日夕方に、梅田発河原町行き、夜に河原町発梅田行きの一往復の臨時快速が6、6 3 0 0系 K トレイン車両を使用して運行されていた。当該編成の種別幕には、快速の表示が収録されていないため、 臨時と表示していた。英語での種別表示では、快速急行ラピッドエクスプレスとの区別から、ラピッドサービスと表示されている。準急2 0 0 7年に急行に変わって設定された、種別で、ほぼ終日運行される。基本的には、大阪梅田駅京都河原町駅間の運転だが、平日朝に、高槻始発大阪梅田駅が1本、平日深夜に、 大阪梅田発桂駅が1本、と休日朝に、高槻市発大阪梅田駅と落成口発大阪梅田駅が、それぞれ2本ずつ設定されている。大阪梅田駅高槻市駅間で、通過運転を行い、普通の本数が減少する高槻市駅京都、河原町駅間では各駅に停車し、普通を保管する役割も持つ。 基本的にロングシート車両の7両編成または8両編成で運行されているが2019年1月改正より平日日中は全列車8両編成に統一された朝晩には特急快速急行運用への送り込みとして9300系も充当されている快速以上の優等種別列車との接続は日中は 桂駅と高槻市駅で行われる。ラッシュ時は長岡天神駅でも行われる。1982年から2001年までも、準急を名乗る列車が運転されていたが、これは現行のものと大きく異なり、梅田駅のみの設定で、淡路駅を境に、京都側で通過運転、大阪側で各駅停車となるものであった。堺筋準急大阪メトロ、堺筋線。 阪急千里線の直通列車として運転される。2007年3月17日改正で、従来の境筋、急行、境筋快速急行に代わって設定された。全列車が、天下茶屋駅京都河原町駅間での運転である。平日朝は下りで、平日夕方は上りでそれぞれ7本ずつ運転される。夕方の京都河原町駅は淡路駅で、 大阪梅田発の北千里行普通に茨城市駅または高槻市駅で通勤特急に接続する。土休日は2011年5月14日から日中に設定されており20分間隔で運転されている。なお、堺井筋準急は運行管理上の種別名であり、正式種別名は単に準急である。 車両は9300系以外の8両編成が使用され、大阪メトロの車両は基本的に使用されない。普通各駅に停車する種別で終日運転される。ただし前述の通り、中津駅は京都本線側にホームがないため全列車通過する。運転系統は主に京都線内の大阪梅田駅高槻市駅、京都河原町駅間と、 千里線に乗り入れる大阪梅田駅淡路駅、北千里駅間、天下茶屋駅天神橋筋六丁目駅、淡路駅高槻市駅間で設定されている。原則、大阪梅田駅淡路駅間では、北千里駅発着系統と高槻市駅、発着系統、を、淡路駅高槻市駅間では、大阪梅田駅発着系統と、堺筋線天下茶屋駅発着系統をそれぞれ、 半数ずつ交互に運転している。淡路駅で大阪梅田駅発着の列車と、坂井筋線直通列車と、相互接続を図っており、乗車駅で直通列車に乗車できなくても、淡路駅での相互接続で目的の方向へ行けるように便宜が図られている。日中の大阪梅田駅、天下茶屋駅高槻市駅間の普通は、平日の上りは、相川駅で、準急。 特急を退避し、茨城市駅で、準急、特急と接続する。平日の下りと、土休日の上りは、相川駅で特急を退避し、茨城市駅で、準急、特急と接続する。土休日の下りは、小尺駅で、特急、準急を退避する。その他にも、朝、夜を中心に、小尺車庫及び東吹田県車場への入出港を、 兼ねた大阪梅田駅、天下茶屋駅小尺駅間及び、小尺駅京都河原町駅間の列車や、朝には、相川発大阪梅田駅、または、天下茶屋駅の列車、朝、夕、夜に、大阪梅田駅、天下茶屋駅茨城市駅間の列車が、設定されている。朝、夜には、葛庫への入出港を兼ねた大阪梅田駅、葛駅間及び、 カツ駅京都河原町駅間の列車や平日、朝には、落成口発大阪梅田駅の列車がある。また、平日には、高槻市発京都河原町駅が、土休日には、相川発京都河原町駅が、平日、土休日とも、長岡天神発京都河原町駅が、それぞれ一本ずつ設定されている。京都河原町駅を発着する列車の中には、 堺井筋線と直通する列車があり、天下茶屋発京都河原町行きが、平日2本と、土休日3本、京都河原町発天下茶屋行きが、土休日4本設定されている。9300系を除く阪急車8両編成は、どの系統にも使用される。7両編成は、千里線、堺井筋線に直通しない列車に使用される。なお、 高槻市駅長岡天神駅間を走行する列車に関しては2001年までは全列車が7両編成以下だった。朝晩には車庫への送り込みや折り返し特急や快速急行になる運用を中心に9 3 0 0系持里線や坂井筋線に直通しない列車に限って使用されている。大阪メトロの車両は 堺筋線直通列車のみで使用される。ただし、天下茶屋駅京都河原町駅間の列車は、大阪メトロの車両が、高槻市駅京都河原町駅間に乗り入れていないため、半急車8両編成で運転される。京都本線の普通は、1959年2月18日の梅田駅13駅間三伏線化までは早朝。 深夜のごく一部を除き大阪側は13駅または天神橋駅発着であり、三福線下により、千里山線方面の普通列車の多くが梅田駅発着に延長された。その後1969年12月5日までは梅田駅発着の列車が設定されていた早朝、深夜を除き13駅発着列車と淡路駅で、 梅田駅発着の千里線直通普通に接続する天神橋駅発着列車が交互に運転されていた。堺井筋線との相互直通運転が開始された1969年12月6日、改正で天神橋駅発着列車を高槻市駅発着の堺井筋線直通列車に変更し、同じく早朝、深夜を除き、 京都本線の大阪側の普通は、千里線直通普通の一部を含め13駅発着が基本となった。それも梅田駅移転工事の完成した1973年11月23日改正で、ほぼ全列車が千里線直通普通と同様に、梅田駅発着に延長され、13駅発着の普通は、当時学生の帰宅時間向けに設定されていた。 平日午後や土曜正午前後に運転されていた、茨城市駅、淡路駅などを発着とする不定期の普通や、わずかに残った京都本線の定期普通など、ごく少数のみとなり、それらも1976年9月22日までに廃止されたため、現在は13駅発着の列車は設定されていない。なお、千里線直通普通については、京都本線の普通とは逆に、 梅田駅発着を原則としており、13駅、発着列車がごくわずかであった。過去には、以下の列車種別が存在した。本節において、梅田駅、河原町駅はそれぞれ現在の大阪梅田駅、京都河原町駅。旧快速特急2001年3月24日から2007年3月16日までの、土曜、休日の朝及び、 前日の夕方、夜間の時間帯に運行された。工術の旧、快速急行を解消したもので、停車駅は同じである。2007年3月17日のダイヤ改正で、休止され、代わりに、サイン駅を、停車駅に加えた、通勤特急が設定された。原則として6 3 0 0系で運転され、2002年から、平日は、大阪より5両目が、 女性専用車両となっていた。なお、快速特急の種別名称は、2010年度より、高楽寺の嵐山線直通臨時列車の種別として、復活した。その後、2011年より、土休日運転の観光客向け特急の種別となっている。旧、通勤特急当時の特急の停車駅に対して、高槻市駅にも停車するようにしたもので、 朝夕ラッシュ時に運転された。1997年改正で、すべての特急が高槻市駅に停車するようになり、通勤特急は一旦消滅した。廃止直前の運行形態は、約15分間隔で、梅田発20時以降は30分間隔だった。夕方の河原町発は設定されていなかった。2001年改正で、朝夕ラッシュについては、 以前のダイヤを踏襲して作成されていたことから、従来と同じ停車駅で再び設定され、朝のみに15分間隔で運転された。該当する時間帯には特急は運転されなかった。以前より運行時間が縮小されているが、朝ラッシュの前後と夕方以降は快速特急が運転されていた。車両はいずれも原則として6 3 0 0系が使用された。 9、旧快速急行1997年3月2日から2001年3月23日まで存在した。平日河原町行きのみの運転で朝の1本と夜間に設定された。なお、同時間帯は特急の運転がなかった。停車駅は当時の特急の停車駅に桂駅を加えたものであった。 原則として6 3 0 0系で運転された。2001年改正で、前述の旧、快速特急に解消された。急行2007年3月まで存在していた急行2007年3月16日までの、昼間と夕方の時間帯と平日深夜に運行された。昼間時間帯は普通の運転のない高槻市駅、河原町駅間の各駅停車の代替となり、下りは、 カツ駅と茨城市駅で、上りは高槻市駅とカツ駅で特急と緩急接続していた。列車によっては7両編成で運転されることがあった。終戦直後から存在する種別であったが、2001年改正を境に大きく見直しが行われた。2001年3月23日まで2001年3月改正までの休行は、 現在の快速急行と同じ停車駅であるが、終日にわたって運転されていたこと。当時は、特急と停車駅数の差が大きかったため、途中で、特急退避が行われていた点が異なる。最終時点では、平日日中は10分間隔、それ以外は朝夕を含めおおむね15分間隔で運転されていた。また、平日日中の河原町行き。 休日の梅田駅はそれぞれ、カツ駅で後発の特急を退避した。所要時間は、退避のない最速列車で48分、一方朝の梅田駅は、最大で57分を要していた。車両は8両編成で統一されていたが、平日朝6時41分、7時41分に、河原町駅を発車する5本は10両で運転された。このうち3本は10両のまま、 桂駅から出庫改装、2本は増結用の2両編成を、河原町駅まで改装し、1号線で増結作業が行われた。梅田駅からの折り返しはすべて、桂駅で開放作業が行われていた。運用の都合で6300系が入ることもあり、定期運転で決まっているものには、時刻表2にに扉車を示すマークとしてが付けられていた。 ただし、当時の中間駅は2、扉車の乗車目標は設置されておらず、3扉の乗車目標に並んでいた乗客が、電車到着後に、扉のある位置までゾロゾロと移動する光景が見られた。ただし、この運用は主に早朝や夜間など、乗客の少ない時間帯に限られていたため、大きな混乱はなかった。このほか行楽シーズンに、嵐埋め休が運転される際は、 嵐梅急行に2プラス6連に分割できる8両編成が、充当されることから、そのために不足する8両編成を補うため、余裕のある 6300K が、日中の急行として入ることが多かった。1979年3月5日改正まで、長岡天神駅には、平日朝夕のみ停車していたが、停車駅の相違による、種別の区分は行われず、共に、 急行を名乗った。ただし、同駅通過の急行は、大阪急京都と書かれた、種別版の背景色が白色だったのに対し、長岡天神駅に停車する急行は種別版内の、大阪、京都と書かれた行き先部分の背景色が黄色になっていることで、区別されていた。サッカー J リーグの試合が行われる日には、南茨城駅や西京極駅に、 向こう町警輪が行われる日は、東向こう駅に、それぞれ臨時停車することもあった。2001年3月の改正で、停車駅が大幅に見直され、この旧、急行は、快速急行に、名称変更された。2001年3月24日から2007年3月16日2001年3月改正からの、急行は、従来の旧、 快速の停車駅を受け継ぐ形で設定された。平日、休日を問わず日中のみ設定され、10分間隔で運転された。梅田行きは、葛駅茨城市駅で、河原町行きは、高槻市駅、葛駅で後発の特急を代避した。7.8両編成が重当され、基本的に6300系以外の全形式が使用された。なお、 この急行の設定に合わせ、従来7両分の長さしかなかった大山崎駅、水瀬駅、神牧駅では、ホームの延伸が行われている。2007年の改正で休止され、停車駅パターンは、上新城駅、方駅にも追加停車する形で順急に引き継がれた。堺井筋快速急行2001年3月24日から2007年3月16日の、 平日夕方ラッシュ時に、地下鉄堺筋線、阪急千里線の直通列車として、天下茶屋発河原町行3本のみの運転されていた。茨城市駅で後発の快速特急を退避した。なお、淡路駅から京都方面へは最速達列車であった。2007年3月17日のダイヤ改正で、淡路駅で快速急行河原町行に接続する観点から、 消滅し、その代替として、坂井筋準急が設定された。坂井筋、急行1979年3月5日から2007年3月16日の、平日朝夕ラッシュ時に、地下鉄坂井筋線、阪急千里線の直通列車として、河原町駅天下茶屋駅間で運転されていた。2001年改正までは、朝の天下茶屋駅、 夕方の河原町駅各3本ずつが運転された。天下茶屋駅は長岡天神駅で、河原町駅は茨城市駅で後発の特急を退避した。2001年改正以降は急行の停車駅パターンが変更され、河原町駅高槻市駅間の各駅に停車するようになった。この改正では朝の高槻市始発も設定されたが、夕方の列車は、 快速急行へ種別変更され、急行としての設定はなくなった。朝の列車が残ったが、2007年3月17日のダイヤ改正で順急に変更された。3300系への冷房改造、電動式行き先種別表示装置取り付けが完了し、急行運用にも本格的に進出するまでの間は5300系8両編成で限定運用されていた。 堺筋快速急行を呼び、堺筋急行は便宜上の呼び方であり、種別表示幕には、快速急行、急行と表示された。車両は2300系、6300系、9300系以外の阪急の8両編成のみ使用され、大阪志向の車両は使用されなかった。旧快速高槻市駅等の各駅から、梅田方面への速達化を図るため、 1997年3月のダイヤ改正で新設された。平日ピルマのみ20分間隔の運行であった。梅田行きは、桂駅で、特急、長岡天神駅で急行を退避し、河原町行きは、長岡天神駅で急行特急を連続退避した。当時、高槻市駅以西の急行停車駅以外にも、 港駅と総前寺駅に停車する準急が運転されており、途中から各駅に停車するものの、この二駅を通過するという違いが生じるため、急行と準急の中間の種別を設定する必要が生じたことが設定の理由である。2001年3月23日のダイヤ改正で休止された。この快速が運転されていた時間帯は高槻市駅梅田駅間で、 先着の優等列車が1時間に12本、運転されるという頻発運転が行われていたが、あまり宣伝されることはなく、またこのダイヤは土曜、休日に実施されることはなかった。なお、快速の種別名称は、2007年度より降落時の臨時列車の種別として、また、2010年3月14日からは、定期列車として復活した。旧 準急1982年11月27日から2001年3月23日までの間に設定されていた。朝のみ、下り梅台機のみで運転されていた。平日は、茨城市駅始発で、1997年以降は、土曜朝にも高月市駅始発で運転された。なお、準急は2007年3月17日の、 ダイヤ改正で急行に変わって復活したが、そちらでは、復活に際し南方駅、上新城駅が、停車駅に加わったものの、逆に、旧、準急停車駅だった、創前寺駅は通過となった。淡路駅にて、スタッフの交換が行われていた。本節の2019年9月までのトピックにおける、梅田駅、河原町駅はそれぞれ現在の大阪梅田駅、京都河原町駅、 嵐山線直通臨時列車例年春秋の降落期には観光地の嵐山への降落輸送のため京都線を経由して嵐山線に直通する臨時列車が設定されている過去に運行されていた列車も含め阪急嵐山線の項を参照臨時快速 E コトエクスプレス2007年3月17日のダイヤ改正での定期運転種別再編に伴い 後述の臨時特急に代わって2007年11月より設定された臨時列車。春、秋の行楽時の限定の臨時列車ではあるが、快速の名称が復活するのは約6年半ぶりである。愛称は以前の臨時特急のい、e、いことエクスプレスが継承された。上り、下りともに午前、午後合わせて片道十数本を運転。梅田駅高槻駅間は、 通常の準急のダイヤで走り、高槻市駅河原町駅間を臨時設定ダイヤで走る。快速が設定された分だけ、高槻市駅河原町駅間の準急が減るため、梅田駅高槻市駅間の普通が、高槻市駅伊藤にも延長運転される。上り列車は、通常の準急の場合高槻市で特急を退避するが、この快速は、長岡天神駅での特急退避となる。 下りは、準急と同様に、茨城市で特急を退避する。QE ことエクスプレスと異なり、高槻市でのスタッフの交換は実施されなかった。これまでは、QE ことエクスプレスのように春季に運転された実績は、ない。2007年度2008年度は共に11月後半の三連休のみの運転であったが、2009年度は11月後半の三連休と、 その翌週末2日間合わせて5日間と運転日が拡大された。2010年3月14日のダイヤ改正でラッシュ時の定期種別として快速の運転が再開され、停車駅はこの臨時快速のものが踏襲された。その一方で臨時快速の運転は全年度をもって事実上終了した。臨時特急。 いいことエクスプレス前述の臨時快速の前進として、かつて、京都本線にて、行楽シーズンに運転されていた、臨時列車である。梅田駅高槻市駅間は急行のダイヤで走り、高槻市駅河原町駅間を臨時設定ダイヤで、走る。通常の特急と同様に、特急料金なしで利用することができる。2001年3月13日に、 それまでの降落期の臨時急行列車、佐賀のエクスプレスに代わる、降落期の臨時特急列車として新設されることが発表され、3月24日に春の臨時特急として運行を開始。また、同時に愛称の公募を行い、8月23日に愛称がいいことエクスプレスに決定、11月11日から、 いいことエクスプレスとして運行を開始、臨時特急としては2007年3月17日のダイヤ改正まで運転されていた。通常の急行をそのまま格上げして運行していたため、7両編成での運用も多かった。なお、臨時特急が設定された分だけ、高槻市駅河原町駅間の急行が減るため、梅田駅高槻市駅間の普通が、 高槻市駅河原町駅間で延長運転されていた。通常、上り急行は高槻市駅で特急を退避するが、この列車は退避せずにそのまま逃げ切り、河原町駅まで先着するダイヤであった。逆に下りは茨城市駅で特急に抜かれるため、特急が特急を退避する珍しいケースが見られた。 新設当時は3月下旬5月上旬と9月下旬から11月下旬の土曜、休日といったように比較的多くの日で運転されていたが、年々運転日が減少し、運転最終年となった2006年は4.5月上旬と11月下旬のみで合わせて年倒海化となっていた。阪急では、かつて設定されていた宝塚線の臨時特急を除き、 臨時列車については、駅の発車案内板では、臨時の表示は原則として行わないが、この、いいことエクスプレスでは、乗客が混乱しないようにあえて駅の発車表でも、臨時特急と表示していた。また、この列車は上り下りとも、高月市にて、スタッフの交換が行われていた。大晦日週夜運転1987年の大晦日以降、 大晦日の終夜運転が、阪急全線で実施されているが、打線が普通列車のみの運転である中、当線は、快速と普通の2本立てで運転されている。運転本数も京都河原町発1の2時台において、20から30分間隔となっており増発されている。2011年以降は、全列車終点まで先着となっている。 なお、週夜運転実施前は、大晦日の終電繰り下げと元日の始発繰り上げが行われていた。このほか1月1日始発から3日の間は土曜、休日ダイヤで運転されている。過去に15分間隔で運転していた時期はこの期間に、特急、急行増発した特別ダイヤを実施していた。2020年の大晦日は、週夜運転を行わず、 当初は終電を2時まで延長するとしていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、最終的に延長運転自体も取りやめた。大阪万博輸送列車1970年に、千里丘陵で開催された日本万国博覧会の期間中は、観客輸送として、千里線に直通し、会場もより駅であった。 万国博西口駅へ向けて臨時列車群が運行されていた。過激特急1950年から1968年まで京都駅宝塚駅間を神戸線、今津線経由で直通する通称過激特急が運転されていた。1950年3月21日に不定期直通特急列車として運転を開始。運転開始当初は 西宮北口駅構内に神戸方向から今津線に直通する連絡線が存在しており列車は一旦平面交差を通過してから折り返して今津線に入線していたしかし同駅の大改造による宝塚線経由での運転や三福線工事による運休などを経て神戸高速鉄道開通に伴う神戸線の ダイヤ改正を目前に控えた1968年2月25日に廃止された。なお、この列車に関しては特定の相性はなく、1954年頃から通称として、過激特急や過激号と呼ばれるようになった。京都本線及びその支線である、千里線、嵐山線、相互直通運転を行う大阪メトロ、堺筋線のダイヤ改正について述べる。 新方線については、京都本線に関する内容のみ記載する。1944年4月8日、改正前年10月1日に、京阪電気鉄道が、阪神急行電鉄と合併し、京阪神急行電鉄となった。すでに13駅の中間改札を廃止していたが、新京阪線から梅田への直通も開始することになる。 1948年8月11日改正1949年12月3日改正1950年10月1日改正1951年4月1日 改正1952年10月1日改正1953年4月1日改正1953年7月20日改正1956年4月16日改正特急の大阪側の発着駅を天神橋駅から梅田駅に変更した引き続き京都発着の普通列車が天神橋駅を発着していたが急行がすでに 梅田駅発着であったため、道路線の実質的なターミナル駅は、天神橋駅から梅田駅に移行することになった。1957年10月1日改正1959年2月18日、改正梅田駅13駅間の三複線化工事が完成した。ただし、中津駅にホームは設けられておらず、道路線は全列車通過となるとともに、 河川電圧は、神戸本線、宝塚本線と同じ600ボルトであった。1961年1月16日改正1963年6月17日、改正大宮駅河原町駅間が、延伸開業。1965年7月22日改正1967年3月1日改正千里線の、 新千里山駅北千里駅間開業による変更。1969年12月6日、改正地里線と大阪市営地下鉄堺筋線との相互直通運転を開始したことによるダイヤ改正。1970年大阪万博開催中の臨時ダイヤ3月から約半年間、地里線沿線の地里丘陵一帯で日本万国博覧会が実施された。 阪急グループの北大阪急行のほか千里線に万国博西口駅を仮設して、千里線、京都本線でも観客輸送を実施した。3月8日には南原木駅が常設駅として京都本線に開設されている。1971年11月28日改正京都線の梅田駅ホームを旧駅から新駅に移転。ただし、 旧駅同様2000のみの移転で、1号線の工事は、継続された。これにより営業キロが短縮された。折しも、ライバルである国鉄は1970年10月1日ダイヤ改正で、昼間1時間間隔ながら、新快速の運転を開始、京阪も1971年8月15日、白紙ダイヤ改正で、新型特急車である初代3000系投入。 特急15分間隔への増発が行われており、阪急も特急の所要時間短縮2 8 0 0系の冷房化、8両編成化で対抗することとなった。1973年11月23日、改正梅田駅移転工事が完成し、1号線が設置された。神戸本線、宝塚本線同様、東路線の梅田駅ホームが参戦となる。 1976年9月23日改正1979年3月4日、改正境筋線への直通運転を大幅に増強した。1982年11月27日改正1985年11月18日、改正1986年12月14日、改正1989年12月16日、 改正1987年4月に発足した JR 西日本は1988年3月に東海道本線の道路線と並行する区間に JR 京都線の相性を設定し1989年3月からは新快速、快速に2 2 1系を導入した。また、京阪も応答線を10月5日に開業し特急に8 0 0 通勤者として7 0 0 0系を導入している。阪急では通勤者として8 3 0 0系が導入されたものの、特急向けの新車導入は行われなかった。しかし、平日日中のみ、茨城市駅や高槻市駅など途中駅からの利用に対応しやすいダイヤに変更することで、JR 西日本や京阪への対抗策とした。ただし、 休日のダイヤはほぼ従前通りのままで維持された。1991年12月22日改正1993年2月21日改正大阪市営地下鉄、堺筋線連ジャや延伸に合わせたダイヤ改正。1997年3月2日、改正京阪間、ノンストップ特急が消滅した。2001年3月24日、 改正日中のダイヤについて白紙改正を実施。土休日も含めて日中は20分サイクルでの運行に統一される。2007年3月17日、改正朝赤ラッシュ時のダイヤについても白紙改正を実施し、15分サイクルでの従来のダイヤから変更された。2010年3月14日、改正設置市駅の開業と ATS 装置の 更新完了によるダイヤ改正。茨城市駅が全定期列車の停車駅となった。2011年5月14日、改正度休日ダイヤのみ改正。2013年12月21日改正西山、天皇山駅開業に伴うダイヤ改正。2019年1月19日、改正淡路駅付近での混雑緩和は、利便性向上が、 メインのダイヤ改正を実施した。大阪メトロは民営化後では初となるダイヤ改正となった。2021年3月13日改正、阪急全線における終電の繰り上げが実施され、東路線でも大阪梅田駅、京都河原町駅発の終電の一部を繰り上げた。もともと、京阪電気鉄道が設立した、子会社の新京阪鉄道によって開業した、 路線であることや、京都本線、千里線が、境筋線と直通運転を行うことから、京都線系統の路線で用いられる車両は、阪急の前身である未能有馬電気軌道及び、阪神急行電鉄によって開業した、神戸線、宝塚線系統で用いられる車両との使用の違いが見られてきた。現在でも、車両企画や、電装品の製造会社、 車両番号などに差異が見られる。詳しくは、新方線の項目を参照のこと。ただし、K とレ園ン宮平区は、新方線車両の7000系を改造したものであるため、伝送品は、東芝製であり、9300系が、設置会兵器、軽電気箱、クーラーに東芝インフラシステムズ以外の製品を採用している他は、それらの装置や列車無線。 デジタル式速度計、蓄電池などは、新方線と揃えて、東芝インフラシステムズ製としている。編成の向きは、三副線区間となる大阪梅田駅13駅間を、基準に、前パンタグラフの先頭車は、大阪梅田寄りとなっているため、京都本線に限っては前パンタグラフの車両は、下り方面の先頭となる。大阪メトロの車両は道路線の小弱駅そばにある。 車両を吉東水田県車場に配置されている。京都本線で使用される車両は、以下の通り。各種別ごとの編成、使用車両については、運行形態省の各種別の節を参照。6両編成の6 3 0 0系7 0 0 0以外は、基本的に8両編成であるが、3 3 0 0系と5 3 0 0系には7両編成も存在する。その他、 二両編成がある。自社車両乗り入れ車両自社車両乗り入れ車両京都、本線は、大正、昭和期にかけてに、大阪京都間を高速で結ぶ新線として、当時の京阪電気鉄道が設立した、子会社の新京阪鉄道によって建設され、開業した。京阪電気鉄道は、大阪京都間に現在京阪本線となっている。 路線を1910年に開業していたが、これはアメリカのインターアーバンに準ずる路面電車を発展させた形の都市間電車で、平洋軌道で街道筋の市街地を縫うように、付設されたため、曲線が多く、高速運転には向いていなかった。京阪本線の改良及び輸送力向上工事と比較し、はるかに迅速かつ安価で、効果的であるとの判断から、 淀川西岸への進出とそれによる自社線との相乗効果を狙った出願を行った。当初は、京阪本線、森商事駅から支線を分岐させて、新京阪線上新城駅予定地から南へ延長した路線に赤川で合流させ、上東線桜の宮駅、天満駅を経由して梅田まで延伸し、同地に総合ターミナル駅を作ろうという構想に断念。 1942年に免許執行。京阪梅田線も参照を打ち出したが、上東線の高架化が、関東大震災復興工事優先投資の方針から遅れることになったため、梅田栄心に関して高架化に伴う跡地の利用を考えていた京阪では、この新線は当面は実現不可能と考えて、大替地を探すことにした。 ちょうど新京阪線の計画が立った頃の1921年に13駅から千里山駅までを結ぶ北大阪電気鉄道という私鉄路線が開業していた。京阪ではこの会社を買収して同社が持っていた淡路天神橋間の免許を利用することを考えた。同社の鉄道事業は1923年に新京阪へ譲渡された。1925年に 天神橋駅淡路駅間が開業した。その後、京都側は地下線で開業させる予定であったが、昭和天皇の即位退典に間に合わせるため、急遽西インに仮駅を設けることにし、1928年に天神橋駅京都西イン駅間の全線が開業した。1930年、大宮駅までの地下線による延伸の目途が立ったことから、 新京阪鉄道は京阪電気鉄道に合併されて同社の新京阪線となった。大宮駅までの延伸は1931年に完成したが、これは大阪市営地下鉄開業の1933年よりも早く関西では初の地下鉄道路線でもあった。なお、新京阪鉄道は西向町駅から分岐して伏見。 山品に至る路線と京阪宇治線の6、地蔵駅付近から、滋賀県大津市の馬場,場に至る路線、大宮駅からさらに、京都市の地下を貫通する路線の免許も得ていた。このうち大宮駅からの地下貫通路線の免許は、戦後に、河原町駅へ、阪急によって、路線延長がなされる際に活用された。さらに京阪では、その大津市馬場,場から、鈴鹿山脈を越えて、 名古屋に至る名古屋急行電鉄の建設計画も持っていたが、強行のため資金調達が困難となり、免許執行となった。沿線の人口が少ないため、同線は、京阪間の都市間輸送に重きを置き、天神橋駅大宮駅間をノンストップ34分で結ぶ、超特急など高速運転を行う列車を走らせた。その速さは、同社の保有する、 p-6 軽電車による速達列車が当時の鉄道商船で最速の特急列車、つばめを抜いたという逸話が残るほどであった。京阪本線では新京阪線との相乗効果を狙い、急行や普通を増発している。また、1937年に国鉄東海道本線京都駅水田駅間の電化が完成に完成し、京阪間を ノンストップの36分で結ぶ急行電車が走るようになると、京阪では新京阪線、京阪線の両線ともに列車の本数を増やし、運賃を値下げした。さらに1934年からは、天神橋駅大宮駅間運転の列車のほか、同列車と淡路駅で解決を行うことにして、阪急線と接続させるため13駅を発着駅にする列車も設定した。 戦時中の交通統制のため、京阪電気鉄道と阪神急行電鉄は1943年に合併して京阪神急行電鉄となり、新京阪線も同社の運営となった。戦後、京阪電気鉄道は1949年に再び分離発足することになる。この取り決めがなされた1949年の役員会において、 1944年から開始された新京阪線電車の阪急、梅田駅乗り入れを踏まえ、日本国有鉄道も加わった。協議の結果、京阪神地域の将来を見据えて、実質的な新京阪線の神戸、宝塚への延伸という考え方から、道線と支線の千里山線、十三支線、嵐山線は、京阪神急行電鉄の路線として存知することになった。 ただし、京阪電鉄から京阪新急行電鉄時代には、京都大阪間で定期券を持っていれば、必要に応じ両線を自由に選択できた乗客に、とっては、大きな利便性が失われる結果となった。この時、路線名が、現在の京都本線となった。またこのような経緯から、京都本線系統の路線を除いた、阪急各線を、その等一時をとって、 新方線と総称し、お互いを区別することになる。路線名が京都本線に改称されてからも、京都本線の起点は長らく、天神橋駅のままであったが、いわゆる三福線が完成したのを機に、天神橋駅淡路駅か後、千里山線に変更するとともに、京都本線は13支線を編入し、十三駅が起点となった。戦後1950年に、 天神橋駅阪急京都駅間で特急が復活した当時はノンストップで朝夕のみ運行であった。その後1956年より大阪側のターミナルを天神橋駅から梅田駅に変更、梅田駅阪急京都駅間ノンストップの特急を運転開始するに13駅停車。神巻駅前後から大山崎駅にかけて一部降格感があるが、これは 並行する東海道新幹線の建設に合わせて作られたもので、高架化工事中の1963年4月から12月までの間、先に完成していた道線の高架線路を借りて列車の運行を行っていたことがある。戦後、京都本線の輸送増強と新幹線駅である新大阪駅へのアクセス路線として、1961年12月26日に、 淡路駅から新大阪駅13駅間 4.0km、および新大阪駅神崎川駅間 3.0km の事業免許を取得した。なお、完成した暁には、梅田と京都、千里方面を結ぶ列車は新大阪経由となり、淡路駅南方駅13駅間は、視線とし、区間運転の普通列車を運行させる予定であった。しかし、 用地買収の困難などの諸般の事情により難航。そして、2003年3月1日に、淡路駅から新大阪駅間、新大阪駅神崎川駅間の免許が執行した。1963年には、念願だった大宮駅河原町駅間が、延伸開業し、京都都心部への乗り入れを果たす。当時の特急の停車駅は13駅、大宮駅、唐島駅、 これを機に、従来30分間隔であった特急を15分間隔へと増発したことで、従来クロスシート車が中心であったのが、ロングシート車の割合が高まった。換算時間帯の座席数減少には、パイプ椅子を積み込んで対応したが、乗車時間が比較的長い軽半間では、ロングシート車が敬遠され、延長、増発により、利便性は向上したものの、 利用が想定に届かなかったことから、翌1964年には2 8 0 0系が製造された。同系列は阪急発の特急専用車で、当時の料金不要特急としては破格の車内設備を持ち乗客からも好評で、本線のサービスアップ並びに乗客増に大きく貢献した。ちなみに1971年時点の梅田、河原町間の所要時間は、 最速38分で、現在に至るまでの最速記録である。登場当初5連であった 2800K は順次増強され、1973年までに全編成が8連となった。また、阪急の看板列車として他形式に先駆けて、いち早く冷房改造を受け、1971年から1973年までのわずか2年で全編成が、 冷房化された。2800K の時代は短く、1975年には、後継となる 6300K が、登場。1979年までに全編成が 6300K に置き換わり、2800K は3扉、改造の上一般車として使用されることになった。2800K の特急としての運用は、長いもので15年、短いものではわずか5年であった。 この頃、国鉄では新快速や快速の増発、京阪では新テレビカー3 0 0 0系の投入など各社がしのぎを削っていた。当時は、名神高速道路も片側に車線しかなく天皇山、トンネル、梶原トンネル付近で慢性的に渋滞するなど道路事情も良くなかったこともあり、京阪間の移動における鉄道利用の割合が高かった。 2800系同様料金不要特急として、破格の設備を持つ6300系は、京阪貫ノンストップの運行体系とともに文字通り、阪急の看板列車であった。1989年12月16日のダイヤ改正では、茨城市と大阪市内とのビジネス利用増加に対応し、従来15分間隔であった特急、急行のうち、 平日日中に限り急行を10分間隔へ増発、特急を20分間隔へ厳備にしたダイヤへと変更した。1987年に国鉄が分割民営化されて発足した JR 西日本も1990年3月10日には新快速を日中に限り高槻駅停車としている。1997年3月2日改正では、 沿線人口のさらなる増加を見込んで、すべての特急が高槻市駅に停車するようになる。一週間後の8日には新快速も終日高槻駅停車となった。途中、13駅、高槻市駅、大宮駅、唐島駅に停車していたこの当時の特急の運転形態は、平日日中は20分間隔、それ以外は15分間隔で、 夜間には30分程度開くこともあった。平日日中の河原町行き、平日夜間の一部と休日の梅田行きは、葛田駅で先行の休行を追い抜くダイヤであった。平日の梅田発21時30分以降は、快速休行となり、前期に加えて葛田駅にも停車した。所要時間は、最速で39分、一方朝の梅田行きは、 最大48分を用していた。車両は 6300K が、ほぼ限定的に使用されたが、運転サイクルの移行時間帯などは8連の一般車が代走することもあった。当時は 5300K の一部に非表示幕車が残っており、これらが充当された場合には、京都線の伝統であった、特急2枚標識を掲げ、かつての 2800K を彷彿させる姿であった。 1998年には、名神高速道路の片側4車線化、トンネル増設などの改良工事も行われ、天皇山付近の渋滞が緩和されるなど、京阪間の道路事情も改善されたため、通勤以外のビジネス利用を中心に、マイカーへの手にも見られるようになった。また、娯楽の多様化などにより、リピーターの多い京阪間の交楽利用が、年々減少していった。 2001年3月24日のダイヤ改正では、大幅な停車駅の見直しと種別の整理が行われた。特急を、通勤特急に、快速急行を快速特急に、急行を快速急行に、快速を急行に、解消の上で、南茨城駅にも停車させ、特急は、停車駅を快速特急よりも多く快速、急行よりも少なくして、各優等列車の停車駅を、 従来のほぼ2倍にし、特急を事実上それまでの休行と同等の列車に、した。同時に準急と降落機の、佐賀のエクスプレスを廃止し、降落機の臨時特急を新設した。また、河原町駅の2番ホームを除く、線内全駅が8両編成対応となった。これにより、高槻市から河原町までの区間において平日ダイヤの、昼間は一部列車が、減便。 休日ダイヤでも京阪間直通優等列車の総本数は減少した。また、特急の所要時間も13駅大宮駅間、ノンストップ時代の38分から5から6分伸びて、降り44分、上り43分が標準的な所要時間となっており、これは、同月23日以前の休校の所要時間と2から3分、程度しか変わらないほどスピードダウンしている。 2003年には3、扉車の9300系が特急に投入される。2007年3月17日のダイヤ改正では特急が淡路駅にも停車するようになり、2001年以前の急行と比べ大差のない停車駅になった。2010年2月にはに扉車両6300系の特急運用が終了した。一方で、 21世紀に入ってから駅間の長い区間に新駅の設置も進めており、落成口駅、摂津市駅、西山天皇佐仁駅が開業している。2019年の通年平均の乗降客数は次の通り。京都市側では京都市営地下鉄、烏丸線の市場駅と乗り換えができる烏丸駅の利用者数が最も多い。 京都本線各駅で境筋、線電化ジ屋駅経由、南海空港線関西空港駅までの連絡乗車券が発売されており、さらに2011年5月14日からは、線内では、京都河原町駅、桂駅、高槻市駅、茨城市駅,市駅、淡路駅に設置の各、ご案内カウンター並びに、唐須馬駅にて、天化ジ駅経由関西空港駅への乗車券よりも、 さらに割安な、関空アクセスキップも発売している。年に2度発売されている、高野さんワンデイチケットの半球版では、半球並びに大阪メトロが、全線乗り放題となるため、南海高野線へは、大阪メトロ、境筋線を経由して、天下茶屋駅で乗り換えできるほか、大阪メトロ未動筋線などを経由して、南波駅から入ることも可能。以下の箇所で、 連続立体交差事業が実施、または計画されている。ありがとうございます。